はい、どうも、ボークです。ということで、今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで、今回の敵は、マヤ OTK ということで、マヤ、こいつの能力を上げた後に仕切り直しで何度も使うことによって OTK をしてしまおうという敵となっております。ということで、まずこの敵のキーカード、1枚目はこの敵の主人公といっても過言ではないこのカード、マヤ。ということで、2回攻撃と速攻を持っていますので、まあ、この時点でめちゃめちゃ強いと、4コス22で速攻で2回攻撃なんで、まあ、4点ダメージを与えられると。でさらに、これにね、能力付属カードを使うことによって、まあ、3点だったら6点、4点だったら8点となっていきますので、めちゃめちゃ強くなっていくと、成長していくということで、まずこのカード1枚だけでも強いと。ということで、このマヤを強くしてくれるカード、それがこちらのハッスルジジイとアンルシアということで、まあ、ハッスルジジイはプライチプライチということで、まあ、普通に強くて、で、アンルシアに関してはね、手札に戻しちゃうと、効果が切れちゃうんですけど、まあ、だとしても、これ、ハッスルジジイだと24点ダメージで OTK に及ばないんですけど、アンルシアがあることによってギリギリ届くということで、こちらアンルシアも入れておりますと。ということで、最後のキーカード、それが仕切り直し&ソロコンボということで、まあ、仕切り直しだけだと、コスト的に1ターンじゃ収まらないので、まあ、一応ソロもね、一緒と考えてるんですけど、まあ、ソロでまずコストをゼロにして、その後仕切り直しを使うことによって合計で8コストでマヤを3回出すことができるということで、こちらの2枚がないと何も始まらないので、この2枚はもう確実に入れなければならないということで、まあ、キーカード3枚と言ったのに5枚になってますが、まあ、このカードこの5種類があることによって最強のデッキとなっております。ということでこちらマヤ OTK やっていきましょう。レッツゴー。いつでもいいぜ。狙った獲物は逃がさない。覚悟しな。よし、やってこう。ここそしてカードは魔物使いのカイロスハントということで、ここは交換しまして、ハッスルジジイということで、今回はね、まさかの僕が後付け実況をするということでね、まあ、OTK とかはちょっとね、後付けじゃないとあまりにも確率が低いんで、今回は後付けでやっていこうかなと思います。ということで今回は、アンルシアまず使いましてエンドということで、今シルビアが来たんで、とりあえずシルビアでアンルシア、まあ他でも来てくれてありがたいんだけど、とりあえずはシルビアを、アンルシアの効果発動する対象としていけたらいいなということで、とりあえずテンションは貯めておく感じでいきましょう。ということで、まずは魔物使いを出してエンドということで、まあ、今回ハッスルジジイも入っていますので、まあ、魔物使いをとりあえず積極的に出していくのは必要かなということで、さあ、王子救出。はい、もう、早送りなんで、もう息が持たない。ということで、もうね、僕は解説とか向かないんで、まあ、ここら辺でも解説はやめていこうかなと思います。ということで、さあ、まあ、ここら辺は普通に伊藤の心で使う感じかな。うん、で、テンションアップしないと、とりあえず、あれだね、シルビア使えないんで、まあ、これはもうしょうがないということで、まあ、必然ということで、必然ということで、さあ、やっていきましょう。ということで、お相手ここで C ゴール、それめんどくさすぎる。まあ、ただね、アサシンアタックあるんで、まあ、なんとかならんことはないんだけど、ただね、シルビア使わなきゃいけないんで、とりあえずここはまあ、シルビア使うか、アサシンアタック使うかだけども、まあ、とりあえず、アンルシア使いたいんで、シルビア使います。お宝ゲットよ。かわいいよということで、アンルシア様出して、アンルシア様じゃないわ、シルビア出していく。さあ、そしてツボ、ツボはまあね、うんって感じうんっていう、まあおおっすって感じで。さあ、そして武器を装備します。そしてテンションアップありがとうということで、エッカオエッカオエッカエッカ絵頭ということで、さ、人面寺と、さ、人面寺僕がね、出しました動画もあるんで、概要欄は貼らないんですけど、まあ見てくださいということで、さ、人面寺出していく。そして、あえて、まあここはね、はいはい、王子救出を使っていくということで、まあ、発数時に2枚来たんで、そろそろ使いたいところ、そして、お相手攻撃しまくる。まあ一応、シルビアいるんで、除去はできないことないんだけど、速攻でガップリンが出てくる。ガップリンの名前も覚えてしまった。なぜなら愛しているから。愛している人が多すぎるさ、ピッキー。とりあえずここ1点ダメージからのアサシンアタックを使うことによって、C ゴーレムは撃破。そして今が来ていく最高。で、ここでね、とりあえずアンルシアはそろそろ使わないとやばいんですけど、まあ、ここはエマを先に使うことによって1コス増えるんで、ここで、エマを使います。そしてアンルシアを使う。OK 最高ということで、それで、攻撃と HP がね、これでシルビア上がってるんで、やったやったやったマンということでありがとうございます。さあ、そしてブライチブライチ、エマもついでに上がっていくと、これが強い。これによってね、王子救出でもやられないスタッツになったんで、めちゃめちゃ強いと。さあ、ということで、相手の盤面はもう人面寺とガップリンしかいないという、まさに人面寺製造機ということになっていますが、さあ、相手のデッキまだあんま分かんないですけどさ、走りとおかげそれが一番めんどくさいと言っても過言ではない。さあ、そしてここで王子救出使ってきた回復できるんですけど、まあ、言ってもね、ここで王子救出使ったらあんまり盤面埋まってないんで、それはそれでありかなということで、さあ王子救出を使っていく。
で、テンションスキルの王女の愛をゲットしていくと、そして終わりで多分テンションアップするのかなというところで、ガップリンが攻撃、そして人面獣は攻撃するのかしないのか、まあ、してもしなくてもどっちもいいけど、まあ、走り特技守るために使っていくと、はいはいはい、そしてガップリンがまた製造されていくということで、ただね、盤面的にはこっちの方が有利なんで、まあ、ここはね、ハッスルジジイとか出しつつね、除去でいたいんですけど、まずはここでね、しっかりとエマとシルビアで取っていく。そして薬草を使うことによって回復できる。そしてここでソロを使わないとそろそろやばいんで、とりあえず、ソロ使います。で、まあ、あれだね。あの、ハッスルジジイ、そろそろ使わないとやばいんで、まあ、ここは使うのかな？うん、もう覚えてないんですけど。さあ、ここで、はい、使います。そして山頂が来ていく、ありがとう。そしてガップリンを倒していく。これでね、ダメージマイナス1があるんで効かない。そして薬草ゲット。そしてアサシンアタック、そろそろ溢れそうでやばい。そしてはい、ハッスルジジ使います。これでプライチ強すぎ、ぶっ壊れ。そして壺を使うか、あー2頭か、はい、2頭のここで使いました。もう僕のことなのに分かんない、後付け実況なのに全く後付けできてない。さあ1点ダメージで倒していく。さあ笑顔が大事よということでテンションも上がっていく。さあそろそろあれだね、マヤが来てくれないとやばいんですけど、まあ、とりあえずおそらくソロで来てくれるんじゃないかなという希望も込めてね、はい、祈っています。僕は祈っています。そして、ファントムシャドウということで、まあ、こいつは全然アサシンアタックで取れるんで問題なし、グーということで山頂。さあこれで山頂が来たんで確定でマヤが来てくれるんですが、とりあえずテンションアップを使って神業を使って、でアサシンアタックで取ると、その流れが非常に強いということは、いいね、やっぱアサシンアタック強くね。僕ここで思ったんですけど、アサシンアタックやっぱぶっ壊れな気がするんだよね。うん、即死だからね。ニードルラッシュに比べたら、まあランダム性がないっていう部分は強いけどってことで、まあまあまあ五分五分って感じかなって感じです。さあこれで回復していく。そしてここで3点ダメージを使って、スノーベビーで倒す。そして、5点3点喜んでからの仲間との出会いで確実に前を持ってきてからの壺を出していく。 OK 最高。ここでまあピッキー使ってもよかったけど、ピッキーだとね溢れる可能性あるんで、まあここはね確実にやっていくと。さあそして壺男を出していく。みんな大好き壺男、ゲームね、壺男ってゲームありますけど、僕は絶対やりたくないね。うん、絶対失踪する気がするということで、はい、7点。これはシルビアかな。うん、まあ、マヤが生存しているのはかなりありがたいということで、まあ、1チーム B 分あるんで、まあ、シルビア姉さんがねやられちゃったのは悲しいけど、さあここでエメダルドン、まあ、これが一番ね、うん、僕的にありがたい選択肢で、まあ、相手は OTK なんで、相手早めにやられちゃうのは嫌だけど、まあ、エメラルドーナーね、ユニット除去をされつつ、こっちがされることによって、逆にいい感じの、あ、そしてここでね、やられたのは、やられたっていうか、やったのは、あれですね。ここで、なんだっけ、何しようとしてたんだっけ、なんか持ってこようとしてたんだよね。あ、あれか、ホワイトビースト、ホワイトビートが来れば、一応ここでね、なんだっけ、ソロン効果、もう一回使えたんで、持ってきたかったんだけど来なかったんで、まあ、ここ、一応ね、まだ可能性あるんだよ、ここで武器で攻撃性は。だけど、それはね、ちょっと危険な香りするんで、とりあえずここは普通に使います。ただね、ここでもし来たら悲しいという、うん、これで来たら悲しいんですが、さあ武器で来るのか来ないのかということで来てしまう。これは僕のミスです、完全に。これでハッスルジジイ使わずにホワイトビート使っていれば、このターン中にね、ソロを全部使えたんですけど、さすがにその賭けはできなかったということで、ただね、盤面的にもちょうどいいし、ただ相手王女救出、王女の愛を使って竜王一戦を使っておそらくエマを取ってくるでしょう。はいはいはい。まあ、それは想定内ということで、さあ、やられていきます。だがしかし、こっちの盤面的には全然 OK ということで、カエルさんといいね。さあ、そして、しばしの静寂。いやー、やっと解放された。もう早口すぎてもう疲れた、暑い。さあグレイナル、はいはいはい、うん、グレイナルね。ということで相手グレイナルデッキでしたということで、まあこれでロトの謎も解けたね。うん、王女の愛使ってグレイナルっていう流れだったと思うんだけど、こっちが強すぎてもう王女救出じゃなくて、なんだっけ、竜王一戦使わざるを得なかったと。さあこれで全除去していって、全除去、全除去ではないな、グレイナル取っていく。そしてハッスルジジイが生存できる。そしてここで、あれ使います。で2頭の心得、あとはもうね、適当にユニットを出しまくっちゃって、まあここでテンションアップして、うん、まあ適当です。もうここは適当、完全に。やることがないからね。まあただ山頂とかはね、ゼロコスにしたいんで、まあその他を使ったって感じかな。うん。さあそして竜戦士の装具ということで回復をしつつ、さらにグレイナーを復活できるようにしていきますが、まあ王女の愛がありませんので復活はできないと。これが強い。そしてお相手ブラックマンティス。
まあ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 、かもなく不可もないと。さあ、そして残り4コスト何を出してくるのかということで、相手手札結構あるんで、まだ何が出てくるかわかんないんですが、何が来るかな、何が来るかな、ててて、大ドラキーということで、はい、めんどくさい。大ドラキー2コストとしては一番めんどくさいでしょうが、しかしカードを引けるのはでかい。そしてメラゴースト、これはナイスすぎる。そしてトゲ坊主ということで、まあこれはもう全除去できるね。うん。メラゴでドラキー取って他まで適当に当たっていれば勝てるかなってことで、さあカイロさんと強すぎぶっ壊れということで、まず2点ダメージを与えていきます。でカイロさんとで倒す。でここで導かし者たちを使った後に1コス余ってるのでメラゴーストも使うことができるということで、これ最高ということで、さあ2点ダメージからのメラゴーストで除去ということで、そして3点ダメージで、転生スキルは迷うようにとっておきますので使わずに OK ターン終了ということで、ここで来ました、やっと。あー、使えた。こっからよ。あれです、もう。はい。あれします。前 OTK? うん。前 OTK なんで、まあ、ここで今、マヤ、5点 ×2 で10点ありまして、さ、ドラゴンバギーそんなんどうでもいいと。マヤに10点あります。で、仕切り直して、8点。で、もう一回使って8点。で、コスト的には仕切り直しの2コストと、マヤの2コストで8コストで済むんで、これで勝ち確定ということで、OTK が決まりますということで、あとはドラゴンバゲージを倒すだけ。さ、5点ダメージで取る。そして、あ、まあ適当にね、うん、もうここはもう適当でいいっすよ。さ、これで、行きましょうか。マヤの OTK の時間だ。さ、マヤを召喚しましょう。しかし僕はここで迷っています。ここをナメプして、一旦 OTK できる状況まで持ってっていいんじゃねえのって思いました。だけどそれは炎上しそうなのでやめます。はい。炎上できないですって言っても。でも僕は炎上できるほどの知名度がないので、全くそれを、あれする必要がないんですけど、もうらいいということでね。さあ、これで敷き直しを使って帰ってこい。そしてマヤを使います。さあ、これでマヤが出てきて4点ダメージ。あとはもう一回仕切り直しを使うこともできますよということをアピールしつつ、対戦ありがとうございました。これはもう実質マヤ OTK 成功ということで最高です。いや、疲れた。いや、疲れたね、ほんと。いや、もう、早送りしつつ、後付けで実況するってこんな大変なの。だって早送りだからめちゃめちゃテンポ早いからさ、もうこのスピードで喋ってたら追いつかないっていうもう状況なんで、いや、もう二度とやりたくない。二度とやりたくない。もう汗がやばい。もう暑すぎる。暑い。あ、もうこれ長袖着てっか。長袖着て、あ、全然長袖を脱いだら全然暑くありませんでしたということで、いやー、もうね、よくいますよね、ライバルズやってる人で早送りしながらね、こう解説しながらとか実況しながらとか感想を言いながらとかやってる人いますけど、正直僕には理解できん。あれもう疲れるだけだ。あれはもう普通に、何、動画回しながら、何、もうゲームやりながら喋ってた方がめちゃめちゃ楽ってことが分かったんで、もう二度とやんないかな。いや、やるかもしれないです。ということで終わります。バイバイ。